おはようございます。おはようございます。今日七重ママの誕生日で、はい、お手伝いで来ていただきました。はい。どんな気分ですか？あの2年前に少しだけホステスさん の格好をさせていただいて、ちょっと実際に接客もさせていただいたことがあったんですけれど、その時お客様がすごい素敵な方ばっかりで、やっぱりすごく品があって優しくて、なので今日はいろんなお客様と出会えることを楽しみにしています。岡本真理さんも、いや本当に、ねえ、いただいてくださって、何か幸せな感じで、でも私もすごく幸せでした。ありがとうございます。おめでとうございます。自己紹介をして、最初に席、はい、席着く前に一礼をして、はい、一礼をして、はい、いつ座っていいんですか？お隣失礼しますって一礼して、はい、お隣失礼しますって、はい、座らせていただいて、はいはい、今日初めての銀座デビューになります、はいはい、マリーです、よろしくお願いしますって、はい、出す前に一回立ち上がって、自分が出す時も立ち上がる？そうですね、はい。名刺を、はい、名刺の名刺の方、はい、岡本真理です、はい、よろしくお願いします、はい。お酒の割り方、飲み方っていうのをお伺いします。割り方はどうされますか、はい、って聞いていただいて、水割りかソーダ割りですか、はい、で、入れる、はい、そうですね、大体合ってます、はい。コロナ対策で、蓋なしやります。司会者の蓋とかじゃなくて、はい、すぐ取れる、なんかシリコンタイプのものなんですけど、はい、蓋をこうやって取っていただいて、氷を持ったまんまですね。持ったままです、はいはい。こういうふうに持っていただいて、お作りをします。こちらがゲストグラスで、どう違うんですか？はい、これが大きさが違うんですよね。よく見たら、はい、ちっちゃい方がホステスさんの、そうです。大きい方がお客様、ゲストグラスと呼んでいます。大きい方がゲストさんのグラス、はい、で、はい、ちっちゃい方がレディースグラスと呼んでください、はい。ゲストグラスの場合はこういう風に名前のロゴが入ってございますので、はい、こちらで判別をしていただければと思います。こういう風にグラスは置いたまま入れるんですね。置いたままです。最初はなるべく大きい方の氷から使ってください。一番最初に入れるのは大きいの、はい。で、徐々に大きさはちっちゃいのもあるので。なるほど。あ、こんなに氷入れるんですね。結構大丈夫です。上まで入れるんだ。はい、 OK で。で、次にステアをします。ステアする際は蓋をこうやって行って、はい、感覚としては縦に回す。おお、なんか一気に美しくなりましたね、やっぱ銀座のホステスさん、上品なイメージ、ステアからあったんですね、はい、すごい、はい、細かいことなんですけど、はい、入れるときってこれ、机に置いていいんですね、グラスを机に置いて、こうですね、はい、割り物、入れる際も両手で、はい、で、名前、そのロゴの下まで、はい、多すぎなきゃいけない、で、必ずお飲み物を作り終わったら、お待たせいたしましたと言って、グラスの外を持って、お客様のコースターの上に、はい、それが一連の流れになります。頭の中ではでも、はい、なんかもうワクワクしちゃう。でも失礼のないように、はいはい、このお客様の口より上ではなくて、ちゃんと下の方に乾杯できたりとか。芸人時代に教わった、はい、飲みの、はい、役立った、初めて、はい、例えば、ちょっともう一回乾杯してもらって。乾杯しようとしたら、こうやって下げる方いらっしゃる。あ、待ってください、待ってください、下げるんですよね。はい、下に。で、そうなった時って、どうするかっていうと、はい、いやー、キャー、キャー、こんなにいいの、これですか。そうです、そうです。ちょっと目を見ながら、でででででで、こうやって、いやー、好きになっちゃう。で、で、目を見て、笑顔。いやー、大好きになっちゃう、キュンキュン。で、乾杯って言って、いやー、知ってましたか？やっぱり、タバコを吸われるお客様、はい、こちらも動作があります、はいはい、まあ、ゆっくり、ゆっくり、はい、まあ、上品な姿はゆっくりですね、はい、吸い終わった後に1本ずつ重ねる、重ねて、で、新しいパンザラをこういう風に1本吸っただけで重なっちゃって吐く で新しいの持ってくる、はい、結構 2,3 本使えるじゃんって思いがちなんですけど、思っちゃいます。
やっぱり 2,3 本こうやって消すと灰が飛んじゃうんですよね。あ、はい、消すときに、ね、なので1本ずつの交換になります、はい、グラスを拭く際なんですけど、この紙ナプキンでグラスの水滴を拭いていただくんですけど、手前から手前から、まあ、グラスの底に合わせて1回拭いて、で、こうやってこの使い終わったものは、まあ、吸い殻と同じような形でこうやって灰皿に、あー、なるほど、接客してたら、まあ、いろんなことをこういう作業を繰り返しながら、マリさんお願いしますって呼ばれるんですけど、はい、そしたら、マリさんお願いしますって言われたら、まあ、いろいろ話しながら、お酒を飲みながらやってると思うんですけど、抜ける前に、まあ、このいただいたお酒、お客様からいただいたお酒ですので、飲み切ってから乾杯をして、まあ、お酒につけてもこのぐらいまでは残していい、必ず飲み切ってほしい。ああ、なるほど、はい、抜ける際に乾杯していただいて、飲み終わってから乾杯、飲み終わってから乾杯、あ、了解です、ありがとうございました、ありがとうございました、また機会があったらお話ししてくださいとか、はい、いろいろ一言添えながら、はい、で乾杯して抜けるんですけど、抜ける際は必ずコースターを、おー、コースターをそこに、はい、うん、避けていいですよのサインです、うん、今日一日これを繰り返しになります、本当に素敵な方ばっかりで、すっごく楽しかったです。本当に。それこそずっと僕見てたんですけど、本当ちゃんとずっと接客されてて、そうそう、ね、本当にすごいなと思って。私もあ、はい、かなと思って、なんか一生懸命盛り付けて、はい、つけてくれなかったんで、はい、大丈夫かなと思ったら、すごいなんか一生懸命お客様に話してくれて、本当すごいですよね。ちゃんと接客されてて。対応力さすがだなと思いますよね。でも最初の方とかすごい楽しい、お話が楽しくて、ついついなんか飲んじゃって、もう忘れてしまって、あ、ほら今働いてると思いながら。良かったです。でもそれはやっぱママさんのおかげなんだなみたいな。じゃあちょっとそんなお三方にじゃあ乾杯ということで。ありがとうございます。はい、いろいろと一緒一緒。ここまでたどり着くのに大変だったと思うんですけど、本当にこうやって取れて嬉しかったです。これからもよろしくお願いします。ママ、おめでとうございます。ありがとうございます。乾杯。ありがとうございます。それでは高評価、コメント欄たくさんいただけますと嬉しいです。チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。それでは、銀座の夜にお待ちしております。お待ちしてます。